リングユニゾンスクエアガーデンカオスが極まる本人 PV 見ていきましょうということで、いよいよご本人様の PV が見れるわけでございます。とりあえず結論から言うと、ユニゾンスクエアガーデンってバチクソかっこいいな。本当に本当ごめんなさいね、僕あのこんだけ有名なバンドをたまたま知らなかったです。でなんでっていうと、前回出したねそのアニメ尺のユニゾンスクエアガーデンのこのカオスが極まるの時にも言ったんですけども、僕結構アニソンでいろんなアーティストを知るっていうのがあるんですよ。僕もアニメとロックでできたような人間なんで、アニメから知るのは結構がある。でそんな時にユニゾンスクエアガーデンさんが担当したような、まあ例えば D グレイマンとか、そういったところ僕通ってないんですよ。延々見てるんだったらお前そこ見れよっていう感じなんですけども、見てなかったんですよ。本当にごめんなさい、本当にごめんなさいっていうのをきっかけに、なんか D グレイマン一緒に見てもいいかもしれないですね。なんか延々と繋がるっていうところでちょっと見たいなみたいなところもあったりとか、延々の消防隊の未来なんだって D グレイマンって。はい、関係ないですよね。はい、ということで、なんかいつかそんなのもね見れたりとかで、そこでユニゾンスクエアガーデンさんの曲も改めて知れるっていうね、そんなのもありなのかなと思いつつ、もうとにかくねユニゾンスクエアガーデンめちゃくちゃかっこいいなって思いました。で僕はもっと知りたい、僕はもっと知りたいんで、ぜひとも皆さんユニゾンスクエアガーデンさんのおすすめの曲をちょっとコメント欄の方で教えてください。僕本当に音楽大好きなんですよ。でやっぱ素敵なバンドに出会えると知りたいじゃないですか。俺本当に知りたいバンドしか聞かないからね、マジ俺聞きたい、マジ聞きたいんで教えてください。はい、あのお願いしますこれもあの一期一会なんで、こういったのもねあの出会いだと思いますんで、ぜひとも皆さんコメントでユニゾンスクエアガーデンこの曲いいよみたいなのあったら教えてもらえたらなっていうね。でまあ今回のブルーロックっていうのはエンディングもユニゾンスクエアガーデンさんがね、担当してるわけですよ。そのパート2の方のねエンディングをやってるんですけども、めちゃくちゃいいんですよ。なんかねやっぱこのカオスが極まるはめちゃくちゃ激しいじゃないですか。でエンディングはなんかおとなしめみたいなさ、なんかおしゃれなんだよねっていうところでは、なんかいろんな属性持ってんなというふうに思ったわけでございます。まあまあまあそんなこんなで、僕はその全ての属性がねユニゾンスクエアガーデンさんドササリしてるんで、みんな教えてください。はい、ということで見ていきましょう。あー、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは聞いていきましょう。カオスが極まる、これ一回フルで聞きます。いやー超うわ、いやー喋りたいことが多い。もうギターかっこいいよなって言おうと思ったらドラムが半端ねえんだよ。うわかっこよ、かっこよ。俺今初めてお顔を見てます。めっちゃかっこよ、何これ。うわかっこよ。あれ、中村なんちゃらさんっていう人に似てんな。なんだっけ、中村凛也みたいな格好、なんだっけなんだっけ、ドラマとかに出てるあの牛島くんにも出てた、なんだっけイケメンの人、凪のおいとまにも出てたはず。名前忘れた。かっこいい、とにかくかっこいい。みんなかっこいいじゃん、やばくね。いやかっこよ、なんだこれ、イケメン集団かい、ふざけんなよ。曲もよくて顔もイケてて、ふざけんなよ、なんだこれ。めちゃくちゃエゴいな、全撮りか。あ、いい、この決めがいい。いやめちゃくちゃイケメンなんだけど、あの俳優がなんかやって、絶対ドラマとかやったらみんなもやばいと思うんだけど、マジで。え、すでにやってるとかない？あ、ここから知らない。うーわードラム、うわ止めたい、なんだ今のドラム。いやいやいや、涼しい顔でやるドラミングじゃねえよ。あ、ベース、いやいやいや、ベースもえぐいな。あ、ドラムがえぐければベースもえぐい、これはイコールです。うわー、いい、今のいい。カオス極まる、いや、いいな。これやばいわ、ライブでこれ手上げるの見えるよね。手上げろーみたいなさ。ちょっと待って、何これ。おかしいおかしいおかしい、テクニカルすぎるわ。マジか。
うわカオス極まってるわ、やばっ、邪魔だすっこんでろ、うわべえ、俺今目がめっちゃうるうるしてるわ。なんていうか驚きの涙なんだよな。なんだろうね、ワンピースで言うとなんかビビがもう誰にも私の声は届かないって言って泣いてね、で落とされるんだけどさ、クロコダイルにルフィが上からバー言って、お前の声は俺たちに届いてるぞっつってこうパチコン来る時って、うわー来たーみたいな感動の涙、興奮の涙、そういったようなさ、これが参考例ね、あのブルーロックの時に話すことじゃないんだけども、なんかそういったように俺はいろんな涙があると思うんだけど、今俺興奮のね、マジでなんなんだろうな、すげーなー。いやもともとね、もうすごいのはもう分かりましたよ、分かったけど、お前エゴイストがすぎんだろこれ、いくらなんでも容赦ねえな、邪魔だどいてろと言わんばかりに言ってんだけどな、言ってんだけどすごいわ、拍手、本当に拍手、ユニゾンスクエアガーデンめちゃくちゃかっこいい。なんかこのブルーロックのエンディングのイメージなんですよ、元々の。なんか俺が持ってるイメージってなぜかね、おしゃれな感じのねバンドだったんですけどもなんなのなんなの、なんかおしゃれなのもやってますけどみたいな、でもあのスイッチ入れたらこんな感じになっちゃうんですけど、どうしたらいいですかねみたいないやークレイジーだな。ちょっと俺が聞いたことないところからね、聞いていこうかな。じゃあ誰だっけか、牛島くんに出てくる、なんか女の子をね、ちょっとあの洗脳してた人なんだよね。なんかお金持ちの凪のおいとまのさ、イケメン兄ちゃん、中村なんちゃら、もう中村指導でいいや。絶対違うんだけど。ちょっとコメント欄でお願いします。俺本当にね、名前が出てこないこと本当に多いんですよ。だから、うちのチャンネルはコメント欄と合わせて見て、やっと完成です。はい。今動画出してるじゃないですか。コメント欄を見てください。そこでやっと完成です。みんなのコメントがあって成り立つチャンネルです。お前がちゃんと記憶力よくしろよって話なんですけど、ごめんなさい。バカです。はい。バカです。頭がカオス極まってます。バカです。はい。ということで、ちょっとここからね、聞いていきましょう。こっからね、こっから。ドラム狂ってる。はい。いや、でもギターもすげえんだよな。何今の、何今の。やばくない、何これ、やばくない。ちなみに僕ね、あのアニメ尺でそのまあコメント欄、このコメント欄です、はい、コメント欄で教えてもらったんですけども、その俺言ったんですよ、前回これ聞いた時に、これドラム難しすぎじゃねみたいな。要はドラムってやっぱその決めるところでガッツリ決めていくようなものだと思うんですよ。なんか基礎があって、で決めるところでなんかこうねやっていくみたいなさ、なんかチャージするところでぶちかましていくみたいなさ、大サビ前にぶちかますっていうようなイメージなんだけど、普通のなんか A とか B とかでぶちかましすぎなんですか。ごめんなさい、話してる時にここの止めてる画面がイケメンすぎてさなんなんだよこれ、エゴいな。なんか神はいくつのものをあげたんだみたいなあるじゃないですか。なんかいくつも勝手にかっさらっていたようなタイプだよね、この甘いマスクやで、本当に甘いマスクみたいなヒーローおるやんね、ワンパンマンの方に5人ですかね、はい、もうそんなレベルなんだけどさ。だからドラムの内容がすごい、これ複雑だよねみたいな、 A、B でめちゃくちゃ難しいことやってないみたいな、すごいよねってこと言って、こんなんさ叩ける人いんのみたいなさ、ちょっといたら教えてって見てみたいみたいな、どんな動きしてんのかみたいな。で、あの一人ね、あのおられたということで、ちょっとあのリンク送ってもらって見たんですけども、やっぱ想像通り狂ってるんですよね。でその人めっちゃうまかった、本当にうまかった、マジでうまかったですね。その前回 の動画ちょっと見てもらえたらなというふうに思うんですけどもね、あのコメント欄にあるんで、もう本当にうまかったんだよねマジで。だからすごいよねとか思いながら、これまあその人はアニメ尺だったんで、これフル尺でやったらなんか泣きそうだねその人もさすがに泣くんじゃない、このイカれたドラミングすごいよな。でメンバーみんなイケメンだよね、本当にメンバーみんなイケメンなんだよな、びっくりなんだよね。ドラムさんも今ここでピックアップされるけどさ、イケメンなんだよな、ほら。でこのうまさよ、何これ、何これ、いやここもすごいミステリアスでいいよな、あーいい
なんか声がなんか上下あるような感じというか、この二重にしてる感じがまたすごい気持ちいいんだよね。いい、超クール、かっこよ、いいな、いいや、かっこよすぎ、うわー、もうやばいよね、このシンバルかな、これ叩いてる回数いかれてるので、ね、タララみたいなさ、すごいよね、めちゃくちゃやばいよね、はい、もう神ってます、はい、神ってるということで、はい、ということでちょっとここでね、もう一個実はこのカオスが極まるの映像があるんですね、アニメ映像で作っているこのフル尺のものがあるんで、それをちょっとね、最後にみんなでちょっと聞いていきたいなっていうふうに思います。感動が止まらないね。それでは聞いていきましょう、レッツゴー。はい、来ました。お、こういうね、アニメ版も好きなのよ、アニメ版も好きなのよ、はい、もう最後はもうフルで楽しんでいくよ。俺確実にこれ筋トレのお供になるわ、マジで。あーいい、うわ、かっこいいよ、かっこいい、映像めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、トイズファクトリーやるな、いいね。おお、映るんだここにね、これでいいな、若干のリリック要素みたいな、な、うーわ、おお足りない足りない足りない、あー、かっこいい、ちょっと待って、何これ、どがっこいいんだけど、うーわ、容赦ねえな、うわ、何これ何これ何これ、うわー、出た、バロー、今話題の男、17話といえばバロー界だよ、うわー、めっちゃいい、俺もこういう映像大好きなんだよ、うおいおい、怪物出てるよ、うわ、ここの感じいい、なんか最近バチラからナギに変わってるからさ、なんかバチラ戻ってきたら嫉妬しそう、あれ、ナギくんとなんかできてんのみたいなさ、なんか嫉妬しちゃいそう、うん、あー、たまんね、あー、出たー、ちぎり、めっちゃいい、うわ、かっこよ、ちょっと待って、何この映像、うわー、ライブでこれやりたい、手あげたい、うわ、いいね、日本の国旗になってるよ、いや、エゴいな、超ミステリアスやん、これをイメージしてたんだよ、こっちはこの音作りでこれをイメージしてた、ありがとうありがとうありがとう、ごめん、俺のイメージしたものと違うわ、それ以上だ、ごめん、うーわワニワニ鬼、うーわ、うわーうわー、かわいい、もうちぎりくんと合わせたいんだよ、ここ Oh yeah! うわー、超気持ちいいの時の伊崎くんの顔めっちゃええやん、うん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 、うーわ、クソかっ
こいいんだけどカオスが極まる、極まってんな。いやユニゾンスクエアがねやばいって本当に。はい、ということでちょっとねやってきましたけども、ダブル PV ということで、ね、見ていきました。めちゃくちゃ良くない？超いい。ユニゾンスクエアがね、皆さんのおすすめ教えてください。もう本当にねめちゃくちゃかっこいい、これハマるって。しかもみんなイケメンやろ、ふざけんなよ。電話いくつのものを与えたんだ、与えたのか、なんかかっさらっていたな本当に。はい、ということで今回こんな感じで締めていきたいなと思います。最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして皆さんぜひともコメント欄で一緒に絡みましょう。僕基本的に返せるだけ俺がっつりコメント返してるんで、みんなでコメントでなんか絡みましょうね。これも本当に一期一会だと思いますんでね、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!